い、どうもディオジョシチャンネルです。今日はちょっと番外編の動画になります。早速なんですけど、なんと視聴者さんからプレゼントをいただいてしまいました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、そのプレゼントの中身っていうのがね、ちょっと驚きなんですけど、早速見ていきたいと思います。こちら、うわはい、こちらになります。じゃあ開けていきますか。まあやってますけどね。そうだね、開けちゃってますけど、動画の中では初めて開けていきます。いきます、オープン。バンバンバン、テレーン。なんと今回いただいたプレゼント、こちらになります。栗山選手のサイン入りスパイク。すげー、すごい。すごいよね。いや、やばいっす。ちなみにこのスパイクはどういう感じなんですか？私詳しくないので。兄、ナイキのティエンポですね。うん、僕現役時代の時からちょっと姿が変わりすぎててわからないんですけど、まあティエンポです。すごい。じゃあちょっと兄さ、これちょっとみんなやっちゃうよね。こういうスパイクとかをもらった時、匂い変えてください。いいっすか。兄お願いします。では失礼します。無臭。え、プロサッカー選手って足臭くないの？ね、あんなに汗かくのに。いや、俺のスパイク激臭だったんだよ。栗山選手の香りはしますか？栗山選手の香りすらもしないですね。へえ。無臭ですね。すごい。大切に、多分保管も、しっかり大切に保管してたのかなと、思います。なるほど。そしてそう、シューズケースもまさかのサイン入りのものなんですよね。ティエンポのスパイクケース。すごい。なんかこれはさ、ちょっとやっぱ使い込んだというか、そういう感があって、そうですね、味があっていいですね。すごいよね。マジで嬉しい。こちらセットでシューズケース。あとさ、これもまた嬉しいんですけど、見て、ジェフィー君とユニティ君だ。ミムズポイントであげた。そう、これすごい、 JR 東日本のフラッグかなですね。かわいい。こちらのフラッグとジェフのなんていうのかな、袋。袋。フジ電機さんってあれですよね、千葉のメインスポンサー。うん、なのかな。あ、すごい、犬描かれてるんですね、袋にはちゃんと。ね、あ、本当だ、これね。すごい。こういうのってなかなか自分ではさ、手に入れることができないものなので、本当に嬉しいです。コレクションの一部として保管させていただきます。今回プレゼントをくれたのが千葉サポさんなんだよね。うん、そうなんです。千葉サポの方からご連絡をいただいて、いただける運びとなったんですけど、経緯がね。ね、でそこをちょっと詳しくお話ししていただいて、はい、経緯なんですけど、栗山選手がいるチーム、その山形を大好きなサポーターが持っておくべきだと思い送っていただけたということなんですけど、嬉しいですね。いやー、嬉しいですね。やっぱ田サポさんからの視聴ですら嬉しいのに、本当だよね。プレゼントすらもいただいて、本当にありがとうございます。ありがとうございます。これどこに飾ろうかね。もちろん動画内でね、いつも映るところには飾ろうかと、ここかな。そうだね、去年のユニフォームだから、そう、ここに飾ろうかなと。ちょっと早速飾ります。はーい、という感じでここにちょっと面積の都合上片足しか乗らなかったんですけど、サインがちゃんと見える右足のスパイク、こちらに動画内のアイテムとして保管させて飾らせていただきます。なんかちょっと下の子にさっきあったサインとか、いろいろこれから配置も考えて飾っていきたいなと思います。では再度繰り返しになりますが、今回栗山選手のサイン入りスパイク送ってくださった千葉サポーターの方、本当にありがとうございました。ありがとうございます。この動画が良かったな、面白かったなと思っていただけたら、高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。お願いします。それでは